はじめまして、イタロウさん。自己紹介をしてください。私の傷はとても痛い。シャームステルです。はじめまして。アメリカから来ました。俺は39歳です。仕事は持っていますか？物を売る。たまに友達に麻薬打てる。さあ、ポルノ見るのが好き。そしてたくさんタバコが吸う、どんなタイプの女性が好きですか？関係じゃないよ。でも操作しやすい人、優しい人。どんな女優が好きですか？知らない。テレビは全然飲みません。坂井のり子、彼女は麻薬がとっても好き。坂井のり子はとっても古い。知ってますよ。そう思いますよ。でも彼女は麻薬がとっても好きです。俺もとっても麻薬がとっても好き。サンキュー太郎さん、セクシーで終わりました。おやすみなさい。